こんにちは永志です今回はですね、レイルズチュートリアルが難しすぎる人のためのおすすめ書籍ということで、Ruby on Rails 促修実践ガイドという本のご紹介を行います。こちらのですね、レイルズの即集ガイドという本なんですが、詳しくは Amazon とかのこの促修ガイド、レイルズ即集ガイドというキーワードでググっていただければ出てきます。 こちら、えー、結構最近発売されました今年の2018年の10月ぐらいですかねで発売されて結構評判がいいですよく実務的に聞かれるであろうという項目が割と網羅をされている結構これぐらいの分厚い本ですで、えー、初学者がおそらく詰まるであろうというところを先回りして解説をしてありますでまた、えー、実務的なこととかも結構ですね 聞かかれてて、いたりとかもしましますごく役に立つ本です。あと初、えー、学者の方が詰まりやすいあのパニックになりやすいエラーメッセージに関しても、えー、しっかり、えー、解説をされているのでそこら辺も安心かと思います。でまあよくレイルズ勉強する際に皆さん、まあ、プロゲートやって。 で次レイルズチュートリアルやってポートフォリオを作るみたいなことが多いかと思うんですけども、まあ、レイルズチュートリアルでもいい、ね、レールズチュートリアルもやった方がいいと思いますけども先に私としてはこのレイルズの即習ガイド即習実践ガイドをやった方がいいのではないかなとは思っています、まあ、レイル,ルズチュートリアルは王道的な学習サイトですよねレイルズのことが載っている まあただ私は結構難しすぎるかなっていうふうなことを思っていてプロゲートをやった段階だとであとまあ外国の方がもともと書いたそのレイルズチュートリアルなのでなんかそれをこう無理やり日本語に直訳してる感じの説明が多くて結構読んでて分かんないことも多いですあとなんか日本語の表現とかもなんかうーんっていう感じのよく分かんないなっていうのが多かったりとかしました あと分かりやすいそのフォローが割と有料で別途何万か払わないと受け入れないっていうのも結構なかなか痛いかなっていうふうに思いましたまあお金払える人はやった方がいいとは思いますけどねなので、まあ、プロゲイトやったらレイルズ即集実践ガイドをやってレイルズチュートリアルをやってとかでポートフォリオを作る方がいいのかなっていうふうに思いましたでまあこの RubyOnRails 実践ガイドなんですが私は今のところ えー、チャプター3ぐらいまで進んでみたんですがその時の感想をさら、えー、に詳しく述べますと Ruby、まあ、ってそもそも何なのとか Rails ってそもそも何なのとかそのそもそも論から話が進んでいるのは結構論理的な思考とかが論理が好きな人にとってもすごく分かりやすい感じの、えー、記述とか構成だったかと思います。ただ内容がめちゃくちゃゃく超初心者向けではありません、えー、少し 本当にプロググラミングのププも知らない人はやめた方がいい人はめたがです。プロゲートは最低クリアしているとか少し、えー、実務でプログラミングを触っているとか SIR さんとかのね働いているとかでまあマクロとかが少し分かるとかそれぐらいのレベルの人向けです。なんで初学者レベルは、ま、抜けたって人じゃないと厳しいということですね。 ただこのレールズチュートリアルみたいにこう前提をすっ飛ばしていきなり発展的な内容に行ったりとかそういうことはあまりないので安心して読み進めることができますただ結構辞書みたいな感じで文字数も多いので本を読むのが苦手じゃない人の方がいいかと思います でこの本は実際読んでみて、まあ、実際に書いてあるコマンドとかコードを実際ターミナルとかに入力しながらアウトプットをしながら進めるっていうのが一番いいと思います。これまた別の動画で話してるんですけどもやっぱり読書とかする時ってアウトプットを意識してインプットしないとほとんど意味がありませんのでこの、ね、RubyOnRails 促実践ガイドの際もこのアウトプットを意識するちゃんと どういうふうな感じ動きをするかっていうのを理解をしながらインプットこの本を読むってことがすごく大事ですのでご注意くださいではですね今回はレールズチュートリアルが難しすぎる人のためにおすすめ書籍ということで RubyOnRails の特集実践ガイドのお話をしました、えー、超初心者向けではありませんが ある程度基礎の基礎が分かっている人にはすごく読みやすい書籍で必ずアウトプットを意識してやってくださいで、これが終わったらまたレールズチュートリアルとかに戻ってみるとすごく理解が進んでいるかと思いますそれでは今回の動画はこれで以上となりますありがとうございました